ああ令和2年11月6日よいしょ、明るく元気に気持ちよく、今日はブルーとブラックです。やんちゃんのカレーです。うい、行こう。うい、バスケットボール選手、はい、来た。はい、ターンターン、あーターンターン、クイッククイッククイック、うい、ああ、未来君、今日も絶好調、上機嫌だよ。機嫌にはね、上機嫌とね、不機嫌っていうのがあるんだよ。上機嫌がいいんだよ。機嫌は自分の機嫌は自分で取らないとダメ。いつでも絶好調の上機嫌がいいわけ。最高の笑顔がいいわけ。もう不機嫌っていうのはね、世の中にね、毒撒いてんのと一緒。ブスッとしてんの。もう何があっても笑顔。嫌なことあっても笑顔。ね、最高の笑顔でいる。もう人なんかどうだっていいの、もう自分が笑顔ならいいの。人が不機嫌でも関係ないの。自分が上機嫌ならいいの。人の機嫌を取っちゃダメなの。もう自分の機嫌だけ取ってりゃいいの。いつでも機嫌良くていいの。何言われても上機嫌でいいの。まあ、ケチつける人いるけどね、上機嫌でやってるとね、ふざけてんのかとかね。はい、ふざけてるつもりなんか全くないの。ただ機嫌がいいの。最高に機嫌いいの。あなたたちみたく機嫌悪い人と違うのね。悪いけど、その言ってくる人たちに言ってんだけどね。おお、墓、お墓やってますね。おはようございます。おー、えらいな、登りきっちゃう。すごいな、若いって。いってらっしゃい。若いってすごいな、登っちゃう。すごいな。いや、年取ったら登れねえから、笑ってっけど。いや、本当だから。いやー、坂登っちゃうんだ、すごいな。若いって、あのお兄ちゃん。お、来た来た、おーおーおおはようございます。いってらっしゃいませ。よし、明るく元気に気持ちよく、おはようございます。いってらっしゃいませ。おー、ごめんなさいね。いってらっしゃいませ。良い一日を。おはようございます。おーおー、大丈夫。いってらっしゃいませ。おはようございます。いってらっしゃいませ。良い一日を。
うん、いいな。ここのね、下でね、おい未来くん、90度にね、お辞儀をしてね、自分の住所、名前、生年月日を言ってお参りさせていただきますと唱えます。そして入るんですね。未来君幸せだよな。なるだけ自由を与えてますから、未来君には。なるだけ自由ねえ。ペットと称してな、鎖でつないじゃかわいそうだもんな。僕が小さい頃はね、犬なんていうのはね、全部ね放し飼いでしたね。この辺は田舎なんで。で今はもうそんな放し飼いしてる家なんかないんだけど、渡るさんちは未だに放し飼いだからね。きょんちゃん最高ですよね。はい、よいしょ。ほら、わたるさんに電話しよう。わたるさん最高だな。あらいたまえ、清めたまえ、守りたまえ、幸たまえ、払いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、幸えたまえ。浮かない県つくば未来市東寺と964番地、昭和40年4月4日生まれ、関入雪、雨の皆かねし様、お助けいただきましてありがとうございます。よいしょ。ほいほい、何も怖くないですよ。何も怖くないですよ。何の恐怖心もないね。神と共に生きてるから。神に守られちゃってるわけだから。あ、神がついてるからね。俺には。だって神様から見て、悪いことしなきゃいいんで、正直に生きればいいの。人に。まあ嘘つき裏表あるやつ多いからな。あ、びっくりしちゃうな。ああよかった、あんな奴らと離れて。よかったよかった。とにかく裏表ある奴らとは付き合わない。神様あんな奴ら好きじゃねえかな。おはようございます。あ、大丈夫ですよ、噛まないから。あ、ほんとほんと大丈夫大丈夫、全然大丈夫だって、噛まないから。どうぞ通ってください。おはようございます、いってらっしゃいませ。おお、びっくりしちゃった。ふいふい、
いやじゃあ未来くん帰ってお薬だよ。今日ヒゲダンスしないね。乳首ぶら下げちゃって今日も。あっち首こっち首よろちくビームそっち首。かっこいいな未来くん。犬らしいよ。犬っぽいよ未来くん。なんか形がかっこいいもんね未来くん。未来くん。ということです。今日も怒らず、あれ、怒らず恐れず悲しまず明るく元気に気持ちよくいきましょう。人生はいいことしか起こりません。今日はね、朝からね、ドラゴンさんから、ドラゴンさんと電話で話して、昨日電話入ってて、なんか聞きたいことあるっていうんで、電話してみたんですけど、そしたらな、なおちゃんの、モーニング娘。は呼び決まってるんですかっていうことで、見ててくれてるみたいで、ありがたいです。ありがとうございます。僕はね、皆さんとのわだかまりを、人との争い事っても好きじゃなくて、実は。みんなと仲良くしたいです。で、みんな仲良くしなっては俺は言いません。いろいろ人それぞれ事情があって争ってたり揉めてたりするんですけど、まあ喧嘩しなければいいなっていうのは思うんですけども、仲良くしろっていうのは言いません。それ人の価値観なんで、許せない人は許せないだろうし、俺は俺の価値観で許して生きたくて、俺は誰とでも仲良くやりたいっていう気持ちはあるんですけど、まあみんな許せねえだろうな俺がやったことなんか、許せねえようなことをやるんでね、はい。まあそんな感じです。アディオスアミーゴ。思い知れ。やな野郎だからやなことすんだよ。じゃあな。